日本埼玉県日高市横手横手は埼玉県日高市の地名。現行行政地名は横手1丁目及び横手2丁目、大技横手。郵便番号は350-1257。日高市の西端に位置する。北部は入間郡諸山町権限堂東部は市内高麗本郷久保、武蔵台。南部は半能市長田台。くすみ、西部は 反応市白子と隣接する。もともとは、外秩父山地東端の森林地帯であり、地域の中央部を西から東に駒川が流れる。駒川沿いが周囲より低くなっており、国道299号と西部池袋線がこの屋地に集中して通っている。1988年から地域南西部の山林が西部グループによって隣接する反応市長田台ともに、 西部反応、日高分譲地として開発された。この時整備された分譲地は、大座横手から分離して新たに横手一丁目、二丁目として設置された。この地域は、分譲地外の大座横手と区別して、横手台と呼ばれることが多い。分譲地内はほぼ宅地化が完了しているが、一部では、現在も宅地化を進めている。大座横手地区内の字は、市原。 坂下、山下、小瀬名、駒小間高が置かれている。1980年代前半までは、住宅も、小間川沿いに散在しているのみだったが、1988年から、それまで産地であった、地域南西部が、西部によって隣接する反応し長田台とともに、西部反応、日高分譲地として開発されたことにより、生前と区画された、大規模な住宅街が誕生した。 それに伴い、分譲地内は、大座横手から分離して新たに横手1丁目、2丁目が設置された。2020年7月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。以前は、横手第一区に新たな小学校建設の予定があり、用地も確保されていたが、 時間の経過により新小学校建設に見合う、児童数の増加が見込めなくなったため、計画は中止となった。現在は予定地の有効活用を検討している。武蔵横手駅ホーム地区東部や南部では、隣の高来駅が最寄りになる場合もある。ありがとうございます。